倉林明子は、日本の政治家、看護師、労働運動家。日本共産党所属の参議院議員。日本共産党中央委員会副委員長。京都府議会議員、京都市会議員を歴任。福島県山郡西合津町の農家に生まれる。父は、西合津町議会議員を務めた三部武氏。福島県立北方高等学校を経て、1982年。 京都市立看護短期大学を卒業。同短大卒業後、右京病院に入る。看護師生活は11年に及ぶが、この間京都民主医療機関労働組合に支部書記長、京都医療労働組合連合会執行委員を務めるなど、労働運動にも深く携わった。1994年京都府議会議員補欠選挙に、中京区から立候補し初当選を果たす。 その後、翌年の京都市議会議員選挙に同じく、中京区から立候補し当選。当選5回。市議会では、京都市都市計画審議会委員や、運営委員会理事のほか、市議会議員団幹事長を歴任した。2013年6月11日、市議会議員を辞職。同年7月21日執行の第23回参議院、議員通常選挙に、 京都府選挙区から立候補し、民主党新人で、元首相補佐官の北、上慶郎を抑え得票数に入れ、初当選。同選挙区における、共産党候補の当選は、第18回参議院議員通常選挙の西山、時子以来15年ぶり。選挙戦では、府内の財界や府知事、京都市長が、共産党を落としを進めたが、地盤の京都市中心部や府北部以外にも、 民主党の強い府南部の宇治市で北上を上回る勢いを見せた中での当選であった。2019年7月の第25回参議院議員、通常選挙でも京都府選挙区から立候補し、立憲民主党新人の増原裕子を僅差で破り、得票数2位で再選した。2020年1月、第28回党大会第1回、中央委員会総会で、 幹部会副委員長と新設のジェンダー平等委員会責任者に選出された。日本共産党25回大会大会で選出された。新中央委員会2010年1月17日新聞赤旗 ABCD プロフィール。日本共産党倉林明子ウェブサイト病院の概要。遠隔京都民連中央病院ウェブサイト。 倉林明子市会議員が議員を辞職京都市会議員団 ABC 倉林氏、K2 共産の風参院選京都選挙区2013年7月22日朝日新聞大激戦を勝ち抜いた2013年7月22日新聞赤旗西田氏、得票は自己最多倉林市京都市でマスハラは回る京都2019年7月23日毎日 新聞日本共産党、新三役が会見し、委員長多様性と、リスペクトに富む討論大会は、歴史的成功。田村、倉林良氏が、豊富ジェンダー平等、党自身が実践。ABCDEFGHIJ、2013参院選、京都選挙区倉林明子。毎日新聞。 http:// スラッシュスラッシュ senkyo。mai、ni、chi。jp。スラッシュに零一三。s。en。スラッシュ kai。h、si.。y。ol。アメリカン。html。mid。イコール b。二百六十億七千一二千。十八年二月十九日。閲覧。選択的夫婦別姓実現キャンペーンキックオフ。院内集会。二千十四年十一月十一日。 参議院会館選択夫婦別姓アンケート、M ネット、2014年 AB、朝日、東大谷口研究室共同調査、朝日新聞、2019年7月8日閲覧、ウェブ漫画アッコ物語日本共産党、倉林明子ウェブサイト公式プロフィール、ありがとうございます。